今日三味線を担当してくれるのは、原陽介くんというプレイヤーになります。もう下の方につなぎますので開始してもらっていいでしょうか。原くんよろしくお願いします。はい。はい、ありがとうございました。改めまして、津軽三味線奏者原陽介と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。僕は津軽三味線界の石川良子と原陽介と勝手に自称しているんですけれども、今弾いた曲はですね、道南口説という曲を、ちょっと僕なりにアレンジして、弾かせていただきました。早速次の曲2曲目に行きたいなと思っているんですけれども、その前にちょっと説明させていただきたいなと思います。次弾く曲はですね、津軽アイヤ節という曲なんですけれども、ちょっと変わった感じに弾こうかなと思っておりますのは、もともと三味線の演奏というのはですね、民謡の歌い手さんに、合わせて、弾くのが普通なんですけども、それを、歌付けと言います。で、その歌付けのフレーズっていうのもあるんですけれども、津軽三味線の独奏の弾き方を、曲弾きというんですけれども、こちらもまた違う弾き方になってくるんですけれども、それをこうつなげて前半は歌付けのフレーズを、で、後半からですね、曲弾きのフレーズを弾いた、津軽アイヤ節を弾きたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。津軽あいやぶしでした。ということでですね、ちょっとワークショップらしくやっていこうかなとここから思います。はい、ここから私も入らせていただいて、よろしくお願いします。かっこよかったですね。ありがとうございます。いやかっこいい。ありがとうございます。もうなんか急に緊張してきてちょっと手震えてんじゃないかなって。本当ですか。あんなにこう心配してるぐらいですけど、いっぱいこうバチを鳴らしててかっこいいですよ。ありがとうございます。あのソーシャルストリームでも、はい、いろいろ来てました。いいねとかバチ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 、ありがとうございます。拍手がいっぱい届いてました。ありがとうございます。はい、まあ、私は三味線はあんまりというか全然わからないので、はい、今日はワークショップということなのでね、はい、いろいろ教えていただけたらと思うんですが、はい、はい、そうですね、一番三味線の演奏を聴いてくださったお客さんの中で質問が多いのは、はい、津軽三味線ってすごくこう音が連続してて、うん、それってどうやって弾いてるのっていうのを、はい、気になさるお客さんがいらっしゃるんですけど、うん、はい、ちょっと、それを解説していきたいなとやりながら思うんですけども、はい、マイク持ってましょうか。なんとかしますありがとうございます、はい、よく、一番わかりやすいのはですね、はい、今のフレーズですね。これを、三味線の、用語では、はい、かましというんですけど、かまし、はい、これはですね、右手の、はい、もちろん、バチをまず、はい、この動きとあと、そのまますくうんですね。下ろしてそのまますくいっていうんですけども、はい、上げるっていう、上げた時に音を出す、うん、ちょっと音違いますね。はい、でこれを、右手ではこれをやってるんですね、はい、で左手では、はい、まず最初がこれで、はい、というふうにですね、左手では弦を弾いてるんですね、指で。それを高速回転してさっきのあれになる。はい、でゆっくりやるとはい、すごいな、うん、すごい。っていうふうに弾いてるんですね。でやっぱりその目では、追い切れにくいものなの で、ね、不思議がある方が多いんですけど、ゆっくりやるとこういうことなんですね、うん、なので左手で、弾いて、はい、で右手で打ってすくってっていうのをこう組み合わせたのがこのかましという奏法になるんですよね。なんかかましって言ってしまうと一言で片付いちゃうんだけど、はい、その中にはいろんな技法が織り込まれてるわけなんだね。そうですね、ギターで言ったらそのダウンピッキング、うん、アップピッキング、そしてプリングの嵐みたいな感じ。あ、そうなんだ、はい、これはギターをやる人はみんな分かってるっていう感じなんだね。あ、なるほどって言ってくれるんじゃないかなと思うんですけども。そうなんですね。ギターはやってなかったんですか。僕は実はギターを弾いてるんですけども、はい、そうか、エレキギター弾いております。あ、そっか、はい、そうなんですね。そうですか、はい、で、あと津軽三味線の一番特徴的な弾き方っていうのがやっぱりこのバチを持つ右手なんですけど、はい、普通の三味線っていうのはこうこういう風にこう弾くって感じなんですけども、はい、津軽三味線はうん、もう打ちつけるというか、はい、叩くというか、うん、弦を本当に力強く弾くんですね、はい、そうすることによって津軽三味線独特の大きな音が生まれて迫力とリズムが力強く奏でられるという。こんな音って誰でも出るんですか。はい、誰でも出せるんですか。この右手はですねすごく難しくて、うん、でしょ、実は僕もまだ勉強中なんです。あ、そうなん
ですか、はい、いやなんかこうやってるのを見るとすごいこう簡単そう、何でもこうね、簡単そうに見えるんだけど、さっき分解してこうゆっくりやってもらうと、はい、いやこれは誰でもできないなって、やっぱ練習の賜物なんですね。そういうことになるんですかね。いやきっとそうだと思います。ちなみに僕津軽三味線は、はい、小学校4年生の頃から始めまして、10歳で僕今21なので、だいたい11年間津軽三味線を弾いてまして、まあ才能ある方はもう11年もうかからずにプロになる方もいらっしゃるんですけれども、やっぱり津軽三味線は難しい楽器なので、僕はなかなかまだまだ勉強中という感じですね。謙虚ですね。いえいえいえ、とんでもない。そうですか。あとなんかちょっと気になったのが、はい、こっちの人差し指と親指に青いなんかつけてますけど、はい、これですね、それは何ですか。これは指すりというんですけれども、指すり、はい、はい、まあ、指かけとかいろいろ言い方はたくさんあるんですけれども、うん、津軽三味線を弾くときに、はい、なんていうんですかね、この指すりをつけてるところにこう合わせちゃうんですね、はい、でこれがないと滑らないんで弾けづらくなってしまうという。あ、滑るための、はい、そうですね、滑りやすくこういう素早い動きを円滑に行うための、うん、布なんですけれども、布製なんですね。それで、はい、指すりというものを使っております。そうですか、はい、あ、ソーシャルストリームでは、はい、みちさんが私もギターやってました。おー、みちさんそうだね、ギターだったんですよね。そうですか。はい、そうですね。で、あと、聞いてくれたお客さんの中で質問が多いのは、はいはい、何でできてるのと。いや、なんか三味線って猫の毛でできてる、はい、って昔言わなかった。毛ではなく皮なんですけどすいません、突っ込ませていただきました、そこは。やってもうた大丈夫ですよ。猫の皮、そうですね、はい、普通の津軽三味線っていうのは太棹って呼ばれる三味線の中でも大きい三味線なんですけども、はい、芸者さんとかでこう合わせる細棹って呼ばれる三味線は猫の皮を使ってるんですけども、実は津軽三味線で貼ってるこの皮は猫の皮ではなく、実は犬の皮を。犬なんですか。使ってるんですね。すごいショックです。すいません、愛犬家の方にはこう目を合わせづらい状態なんですけど、もう今ちょっと泣きそうになりました私。申し訳ないって、いやいやいや、僕が謝ってもっていう、まあ、文化なのでご了承いただきたいんですけども、犬の皮を貼っておりまして、やっぱり猫の皮よりも丈夫なんですね、うん、このバチを打ちつけなければいけないので、うん、はい、強度っていうのも必要になるんですよね。で、あとその音色っていうのもやっぱりこの皮はかなり大きな部分を、そうだね、要素を含んでいますので、うん、音と強度とを持ち合わせるには、うん、やっぱり犬の皮が一番いいっていうことみたいですね、うん、やっぱりこう、はい、ずっとこう弾いてっていうかこう打ち続けていくと、はい、いい音色になっていくのか、それともやっぱりこう劣化していくとかっていうのはあるんですか。打ち続けるとっていうのはあまりないんですけど、うんうん、やっぱりその皮って生き物なので、はい、気候の変化などによってこう破けやすくなってしまうんですよね、うん、湿気にすごく弱くて、触ったりこう貼る前の皮を見ていただく機会はなかなかないとは思うんですけど、はい、そう、直に見てみると紙みたいなんですね、和紙みたいな、すごく頑丈な和紙みたいな感じなんですよね、うん、なので、こう水に濡れるとすぐ伸びてしまって、はい、そこからバリ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 ってこう破けてしまって、あ、そう、使い物にならなくなってしまうんで、まあ、北海道はあまりそういうことはないと思うんですけど、梅雨の時期とかはやっぱり、うん、気を使いますね、冬から春、夏、うん、季節の変わり目だとかには破けやすくなってしまうので、はい、一回湿ってこう伸びて乾燥して破けるみたいな感じなんですかね、はい、きっとその湿った時と乾燥した時のその収縮とかで多分、でね、はい、弱いところからこう下げてしまうという、うん、この辺りっていうのは何ですか。塗り、これはですね、津軽塗という津軽塗りもので、僕も詳しくは分からないんですけど、漆等を使ってこういろいろ
色をランダムにこうバーって重ねて削っていくんですね、はい、で、凹凸の部分がこう削れて、うん、こういうブツブツしたこう色合いが出てきたりするっていう、はい、その津軽独特の津軽塗りと呼ばれるものを、これ銅当てっていうんですけれども、はい、そこに使われることが多いですね。そうですか、はい、やっぱりこれは自分で見て、はい、この色柄がいいなって選んだんですか。正直なところを申しますと、はい、買った時についてきました、はい、そうなんだ。正直なことを言ってしまうと大抵、まあ、意識はセットなんですけど、うん、まあ、バッチ、これバッチっていうんですけども、はい、このバッチは他で、はい、買うんですけれども、まあ、大体三味線に関してはこの丸々一本は全部大抵セットで売られているので、はい、バチはこれは何でできてるんですか。これはここの部分が別鋼なんですね、はい、でこの塚っていうか持つところが、うん、すみません、これゴム貼ってるんですけど、はい、これが水流の角を使っております。硬いものなんですね、はい、そうですね、すごく強度があって若干ずっしりした感じなんですけど、持ってもいいですか。はい、あ、本当だ、結構頑丈なので、うん、重さもずしっとくるんですけれども、やっぱり滑り止めにこう、はい、ゴムを貼ってるって感じですね。そうですね、これがあると安心感が違うというか、はい、あ、本当になんかしっかりとしたものなんですね。はい、そうですね、やっぱりその叩きつけられるものなので、ちゃんとした強度を誇ってないとすぐバキッと割れてしまうんですよ。なるほど、ね、多分僕プラスチック、全部プラスチックっていう安いバチもあるんですけど、多分それをやったら 2,3 発で割れるんじゃないかっていうぐらいの、なんかあんまり意味ないかもそうなんですよね。ギターでいうとこのピックですね。そうですね、はいはい、すいません、はい、ちなみになんですけど三味線の方も持ってみますか。あ、持ってみたいと思います。持ってみます。あ、重たい重たいそうなんですよ、すごく重いんですね。はい、そうですね、はい、はい、すごく太竿と呼ばれるものはずっしりとした重さになってるんですね。本当重たい、はい、というのもですね、ここの竿、あとこの胴体とかに使われている木が紅木、紅の木と書いて紅木というんですけれども、インド原産のすごくなんていうんですかね、密度の高いずっしりとした頑丈な木を使ってるので、この紅木のせいでって言ったら変ですけども、それが原因で重くなってるんですよね。はい、密度が詰まってるってことは狂いがないってこと。密度が詰まって頑丈であれば綺麗な音が出るんですよ。その分響くんですね。はい、生まれて初めて三味線を持ってるやっぱり演奏でも生で聴くっていう機会はなかなかないのかなと思いますけれども、はい、まあ、今回 Ustream での配信ということで生で聴くっていうことができない方もいらっしゃるとは思うんですけれども、いや、そうですよね、生で聴くともっと迫力感とか違うんじゃないかなと思いますね。機会があればぜひ生で聞いてみていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さて、はい、歴史ルーツ、歴史ルーツ、もともとは本当に元の元の元をたどればインドの方まで行っちゃうんですけれども、インドなんだ。もう諸説あるので、うんうん、一番有力であろうと言われている説が、はい、中国の楽器で、うん、三線という楽器があるんですけれども、はいはい、それが、まあ、沖縄に入ってきて、はい、蛇の皮を張った三線になり、はい、それがこう京に上がって、京都の方に上がってきて長唄、羽唄、といったあと普通の三味線、細棹の三味線っていう形に変わり、それが今度江戸に行って浄瑠璃といった義太夫とかっていうものがいろいろあるんですけども、そこで使われるようになり、そこからまた東北の青森県の方に上がりまして、津軽三味線
というものに変わっていったと言われております、ね、なるほど、はい、北上していった感じなんですね。そうですね。そうですか。みちさん三味線触りたい。三味線は本当に音が響きますよね。はい、すごい大きい音になって。でもね、犬の皮とか猫の皮とかってね、あ笑いながら涙そうなんだよね。申し訳ないですけども、いやいやいや、犬の皮なんですよね。ね、別に自分が吐いたわけじゃないんで大丈夫なんですけどすいませんついついなんか謝ってしまうんですけども。そうですか。はい、なので、はい、まあ、その三線、三味線、うん、津軽三味線と、はい、おっとお三振の謎の三振引きがやってきましたあなたは誰ですか？これが三振ですね。蛇の皮貼っております。よかった。さっき私もううかつにR628 のガクさんも三振やってますよねって言おうかどうかは迷って言わなくてよかったです今チューニングしてたんですけど、これ弦1個切れてたんだ3本ある弦が1本ないという。そうそうこれこれ沖縄のあったかい国から来たからちょっとダウン着てきたんですけど。ああ、なるほど。そしてこれが先ほど話が出てた沖縄の三線 で、ね、はい、これはいや、これ蛇の毛なんですよ。蛇の皮ですねこれ沖縄の三線、はい、ちなみに三味線、三味線って呼ばれることもあるんですけど、正式名称は三線なんですよね。はい、数字の3の漢字で一本二本線の線で三振、はい、三振というそうです。これ、はい、僕のドアどうだっていいですよねどうもありがとうございます。大切にありがとうございます、はい、あ、びっくりした、はい、僕もまた来てね僕も誰だろうと困惑してたんですけど、サプライズ僕も聞いてなかったんですよ最近ね、サプライズに凝ってる。ああ、なるほど、さすがですね変装までしてくるという先ほどビューティーのコーナーで解説されてたガクさん、ガクさんでした、うん、みんな知ってると思います、はい、みんな知ってると思います。わかりましたすいません、なんかあー、びっくりした、びっくりした、もうドッキリですね。どうなることやらとヒヤヒヤしましたはい、そんな形でですね、津軽三味線の歴史を簡単に説明すると、はい、そんな感じでしたということで、ではそろそろあまり話しててもですね、はい、お客さんも待ってくれてるんじゃないかなと思うので、3曲目にそろそろ行きたいなと思います、はい、次弾く曲はですね、津軽よされ節という曲を弾きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。Thank you.
ありがとうございました。津軽よされ武士でした。ということでですね、今どれくらいやってるんですかね、時間的には。時間的にですか。はい、あと何分ですか。すいません、本番中に。あと10分ぐらいですか。自由です。自由で、ということで。自由です。おー、一番こうプレッシャーどうしたらいいのか困る返答に返答が返ってきましたけども、さあどうしましょうって感じで。10分ぐらいみたいですよ。はい、10分ぐらいですよ。 ありがとうございます。じゃああまり長い話もできない感じですかね。はい、そうですね、まあちょっと僕の紹介も少しだけさせてほしいなと思うんですけど、まあ、あの札幌出身で、今も札幌を中心に活動しております。はい、あの何かあれば、ちょっとこういうイベントあるんだけどちょっと弾いてくれないかなって、うん、あのいうのを大歓迎なので、はい、どこに連絡すればいいですか。あの僕フェイスブックをやってるので、うん、はい、あの後で申請させてもらっていいですか。ね、私今聞いてて、はい、あれお友達になってなかったよなと思って。そうですよね、お友達になりましょう。はい、ぜひ。こんなところで宣言してどうするんだ。であの森さんとつながっておけば、はい、あとはあの長谷川さん、主催の長谷川さんとももうつながっているので、はい、はい、あの原陽介、野原の原に太陽のようですね、はい、で、なんですか、紹介の会主で、はい、助なんですけれども、はい、原陽介で検索していただくか、はい、誰かしらのつながりで見つけていただくかそうですね、ということで原陽介さんです。はい、ぜひぜひ遠慮なくあのメッセージ等していただけたら幸いです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしますすいません、なんか勝手に宣伝してしまって。もうせっかくなのでアーカイブで何回も見てもらって原陽介検索をして、はい、Facebook でお友達になっていただくと、はい、あの正直アーカイブ、あー口回んない、アーカイブで残るっていうのが、はい、僕的にはすごく緊張するポイントなんですよね。そうですね、結構見られますよ。はい、繰り返し見られたらもういつ僕のボロがバレることやらと。いやもうそんなこと言ったら、ヒヤヒヤして私なんか生きていけないですよいや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 、もう髪まくりだし猫の毛だし、もう美味しいところを持ってってると思います。はい、すみません、僕が書いたカンペには何て書いてありますかね。曲紹介五大民謡。あ、なるほどですね。うん、まあ、次弾く曲で、はい、最後の曲になるんですけれども、はい、民謡、先ほど弾いた津軽アイア節という曲と、はい、津軽よされ節、はい、この2曲はですね、どちらも津軽五大民謡と呼ばれる、はい、その津軽民謡の代表になる、はい、代表と言われる、5曲のうちの、2曲だったんですね。はい、で、他、津軽アイア節、津軽よされ節を弾いたんですけども、うん、他に津軽三下がりという曲と、はい、津軽おはら節、そして皆さん一番よくご存知であろう曲、うん、津軽ジョンカラ節が、ジョンカラ節はよく聞くね。はい、それ、五大民謡がそういうふうに存在してですね、次弾く曲は、その五大民謡の中から、津軽ジョンカラ節を弾いて、はい、このワークショップを、締めくくりとさせていただきたいなと思います。わかりました。では早速弾かせてもらってもいいですかね。はい、いいですよ。これネタいろいろあったけど、ね、これはもうネタはちゃんともう言ったかななんてな思ってるんですけども、石川遼は言ってないよ。あ、いましたよ。あれ一番最初に言いましたよ。あ、私ごめんじゃあ改めて言いますかもう一回言ってください。じゃあ、津軽三味線会の石川遼子と原陽介と申します。よろしくお願いしますと勝手に自称している、まあ、僕の持ちネタというか、はい、なんか近いものあるとすいません、ナルシストキャラにならないように。いや、やっぱりもう一回言ってもらってよかったですこれで心置きなく津軽ジョンカラ節を。あ、逆に恥ずかしい気持ちになりましたけどいえいえいえ、とんでもない。はい、でははい、弾きたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。原陽介でした。ありがとうございました。原くんすごい、はい、素敵な演奏でした。 ありがとうございます。お話もとっても楽しかったです ありがとうございます。なんか三味線が身近なものになった感じがします。それすごく嬉しいですね。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。